ベルランド総合病院整形外科リハビリテーション科部長の大島和也先生でございますそれでは大島先生よろしくお願いいたしますありがとうございます,いますえー、大島でございますえー、私今日のこの日すっごい楽しみにやってまいりましたそしたらですねあの見事なほど皆さん見ます空青空雲一つない まあ、まさにに私のためにあるいき違うはですね、あのー、この天気のように少しでも皆さんの心がこう晴れ渡る前向きになる元気になる明るくなるというふうな感じを出すことができたらいいなとそして今日ここに来れなかった方々に少しでも皆さんがまた伝えていただけたらいいなと思ってちょっとお話しさせていただけたらなというふうに思います。えー、では早速腰が痛い 腰が痛いというのは非常によくありますよね。でこういうとき、えー、整形外科とか行くとです、ね、レントゲン取られる。レントゲン取ったらこういうところをちょっと指摘されてですね骨の形が変だから圧迫骨折でしょうと言われる。でもでもなかなか治らないとなったときに MRI 取りましょうと言って MRI を取るで。そうするとあれポツ,ポツ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 とまた指摘される。あれこれは骨転移かな。でこういった骨転移か 骨粗しょう症による圧迫骨折かというのは実は専門家ででもなななかかかわらないんですねで実際ね、骨粗しょう症、まあ、骨がスカスカになる病気ですけどこの、えー、サイレントキラーディジーズと書いてあるようにです、ね、世界10静かなる病気のうちの1つなんです知らない間に襲ってきて65歳を過ぎたらいつの間にか骨折というふうに、まあ、パッといきなりやってきていきなり動けなくするというのは骨粗しょう症。 実際患者さんの数も非常に多くてです、ね、50代、60代ぐらいからぐーっと増えてくるんですねで一方、がん今、2人に1人って言われてますけど、まあ、実は女性は2人に1人ですね男性はもう 62%3 人に2人ぐらいの時代になってますで骨粗しょう症と癌を見比べてみると実は50代、60代そこからぐーっと両方とも増えてきてるんですね男女が違うぐらいなんですでそこに加えて50代、60代になったら皆さん何になります変形。 変性腰が痛い、首が痛い、肩が痛い、いろんなとこ痛くなってきますよね、こういった病気、大体50代以降増えてくる病気、でこれは大体、まあ、病院に行くと、加齢だねって、年だねって終わっちゃうような疾患なんですね、でも本当にそれでいいのか、80歳の男性で、まあ、この方はちょっと肺がんの方なんですけれども、まあ、右の肺に大きなものがありますよね、光ってます、でこの方、手術で取りました、あ綺麗になくなった、で手術終わった後離床、まあ、ベッドから起き上がります。 起き上がろうと思っても左の膝が痛いねんって言って動けなかったんですよ。でこの方何で動けないのかなと思ってレントゲン取るんだけれどもレントゲン取ってもよくわからないじゃあ MRI 取りましょうって言ったら取ったらこんなものが見つかったこれ何かって骨転移なんですよね肺がんの骨転移でこういう方に対してはですねこういう手術をすれば大きく取って人工関節を入れ,れたら歩くことができるようになる。 でも一方このおじいちゃん80歳男性さあ手術終わりました起き上がろう左膝が痛いって言った時にですねさっきは骨転移でしたけどもひょっとすると変形性ひざ関節症かもしれないがんじゃなくってがんに併存する疾患そのせいで動けなくなってるかもしれないわけですよでもこういう場合も人工関節をすれば動けるようにはなりますそして、まあ、実際私の患者さんですけども67歳の女性 悪性黒色種というがんがありますメラノーマといわれるやつですねでこれが胸壁といって,言ってこの光っている部分ここの部分にがんがやってきたでこれを取らなきゃいけないじゃあ手術で取りましょうっていってガバって取りました、えー、右の左の方から右の方を見てもらったら分かりますけどガバってなくなってるんですね、えー、肋骨取ったり背骨取ったりして取りましたでなくなったよかったよかったと思ってたんですけれどもね2年後歩けないっていってやってきたんですよなぜか レンントゲン見てくださいね。これ横から見たレントゲンですけど、かくんって曲がってるの分かります背骨ががくんって曲がってしまって、麻痺が起こって歩けなくなってやってこられた、まあ、つまりこの人は再発とか転移とかしてないけれども、がんの治療を頑張ってやったために動けなくなっちゃったんですね。こういうこともあるわけです。がん自体で、まあ、つまり骨転移で動けなくなることもあれば、がんに併存する疾患、変形性、ひざ関節症等々で歩けなくなることもあれば、がんの治療をしたために 動けなくなくることもあるわけですこういったものをがんとロコモティブシンドローム原因が何で何のために動けなくなっているのか何のために生活できなくなっているのかを考えてでそれを治療していくっていうのがガンロコモっていう概念ですじゃあなぜそこまで動けるっていうことに私こだわってるかっていうことなんですけれども人の歩行レベルっていうのはどん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 低下していくんですよ。こ、まあ、これは当たり前のことなんです なんですけども昔と今でがんの治療は何が違うかまず生命予後が伸びてますよねで生命予後が伸びると必然的に機能予後が求められるんですで機能予後って何かって生活機能ですよでそのケアが求められてるわけですね、まあ、皆さんよくご存じのように平均寿命と健康寿命最近よく言われますよねこれの差男女とも大体10歳ぐらいあるんですこれどういうことかっていうと人の手を借りなければ生活できない期間が10年あるってことです ぽぽっっっくくりり死死にたいいてみんんななななすかかねねでよこの10年間どういう人たちがじゃあこの10年間人の手を借りなきゃいけないかって、えー、介護保険の中の疾患を見てみますと運動器疾患それから認知症そして脳血管障害こういった疾患になると人の手を借りなきゃいけなくなるというのは分かってますでどういう方が今亡くなってるかっていうとやっぱり死因の第一って癌なんですよね その他にも心疾患です心肺疾患そして脳血管疾患こういったものでなくなっていらっしゃるということはこういう方に今ケアが必要なんだということがわかります日本の高齢化人高齢化社会2025年問題って言われてますよねこの2025年問題本当に大事なのは2025年以降 25年間以上高齢人口が高いままのことなんです2025年に一回ピークに行くんですけどそこからずっと高いんですこれが問題なんです2060年女性は91歳男性は85歳が平均寿命になるって言われてるんですこれどうらいことなんです、まあ、人口を見てみると大体、ね、4分の1減ります減って日本の人口の実は半分が50歳以上3分の1が70歳以上になります だから2060年には今高齢者って言われてる人が人口の4割になるって言われてるんですねだから実際、今介護社会って言われてますけれども、まあ、大体2人で1人を支えているんですけど将来的にはもう1人で1人を支えなきゃいけなくなる、まあ、これは現実的には無理なので介護社会というよりはこれからは自立を支援する社会になっていかなきゃいけないということになりますがんになると当たり前ができなくなるんです。で 当たり前ができなくなると何になるかフレイルって言われる心身の機能低下が起こってくるでこの中で、まあ、身体的なフレイルの代表が、まあ、ロコモなんですけれどもロコモっていうのは運動器障害による移動機能の低下でその代表例が骨転移であってこの骨転移をケアするとですねなんと動けるわけですよ機能予防が延長するんですそうするとどうなるかっていうと健康寿命が延びる健康寿命が延びたら 介護料が減る医療費が削減できるとまあウィンウィンになってくるわけですよだからケアしなきゃいけないだから私書いてますねが動けるためにガンロコモとがロコモ動けるためにこの今回ブースも用意してますでこの服を着たですねまあちらちらうちいますけれどもスタッフがいますんでわからなかったらぜひ聞きに来てくださいでここでガンロコモの展示ブースではロコモドテスト立ち上がりテスト2ステップテスト問診票そしてどんな運動を着たらいいか片足出しスクワット等々もまた指導しますのでぜひお越しいただけたらと思います こういう顔を見るか、こういう顔を見るか、どっちがいいか分かりますよね、中山先生の講演にもありました、笑うと自律神経であったり、脳であったり、あるいは免疫であったりというのに関わると言われています、これはまだまだエビデンスは十分ではありませんけれども、今、がんに対しては手術、放射線、抗がん剤、三大治療ありますよね、そこに今、第4のがん治療というのが出てきている、きっとこういうことが関わってくるんだろうと思います。だから中山先生 みたいに頑張って国際がんセンターちょっと研究してみようかって今頑張ってるとこですよねさあここで皆さんに質問ですよ再発ですか転移ですかという質問今日のテーマですよね乳がん術後2年の患者さんフォローアップの CT ね CT 取りますよねポツ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 ,ポツと肺の中に結節が出てきましたさあこれ再発だと思う方は手を挙げてください転移だと思う方は手を挙げてくださいありがとうございますじゃあその答え いますよこれ私の師匠さんの荒木先生という先生なんですけどもこの患者さんがやってきました「先生骨のがんの治療お願いします」はい乳がんの治療をしながら骨転移も見ていきましょう」って「え乳がんは再発してないですよ骨のがんの治療をお願いします」って「はいいえ乳がんの骨転移なので乳がんの治療をしながら骨転移の,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 のケアをしなければいけないんですよ」えー、乳がんは治ったのに骨のがんは治らないんですか?」って言われるんですよ。 ここれどこがおかかかしいか分かります医療者もよく間違うんです。再発はないけど骨に転移があるから整形外科で診てもらおうかって。んこれ合ってます転移っていうのは再発なんですよ。なぜならばそれぞれにできたところのがんなんじゃなくって乳がんが飛んでってるんです。だから再発であり転移なんです。両方手を挙げた方が正解です。さあなぜか。 がんは血液液とかリンパ液を泳いででやってくるんですね骨転移するとですねべてのがん腫これは乳がんに限らずですどのがんでも進行がんステージ4と言われる状態になってしまいます確かに骨転移っていうのはね直接命には関わらないんですだけど致死的な合併症を引き起こすしとっても大きな生活機能障害そして生活の質を著しく低下させる 当たり前にできてたことができなくなったり普通に生活してたのに一生寝たきりになったりということが突然起こるのが骨転移なんです実際41歳のっと肺がんで申し訳ないですけど肺がんの多発転移の患者さん私にとってちょっと思い出深い患者さんなので出させていただきますけれども抗がん剤とか放射線とかいろいろとされてましたお若い方ですでここの1箇所1箇所のために歩けなくなった動けなくなったんですねでこの方運ばれてきて手術しました したんですけども結局1ヶ月後に自宅に帰られてご家族が介護されてそして7ヶ月後にお亡くなりになったこの方ご主人が、まあ、新聞記事にされました実はだいぶ前から痛かったんですでも伝えれてなかった伝えても仕方がないということがあったまだまだこう医療現場はケアが不十分で予防早期発見の大切さが伝えれてなかったこれ約10年前の話です 実際こういう脊髄圧迫というのは非常に恐ろしいんですけども乳がんでも起こりえます過去 7, 7年ぐらいで私がこう立てなくなって運ばれてきた患者さん45人に手術をした症例をちょっと検討してみました立てなくなって運ばれてきました急いで手術をします何人が立てるようになると思いますか脊髄圧迫ですよ脊髄圧迫で立てるようになるのはなんと64%なんです、まあ、64%しか立てないのかもしれませんで興味深いのは立てなくなって 24時間以内に手術をできたら75%が立てるんです24時間を超えて2週間以内であれば65%が立てるんです2週間を超えてしまうと40%が立てるんですわかりますつまり早ければ早いほど、まあ、つまり早期発見早期治療できればできるほどやっぱり機能予防っていうのはいいんです逆によくスノーボードとか交通事故で脊髄損傷っていう病気がありますね あれは一応48時間以内に対応しないともう元には戻らないと言われていますだけどこれ見ていただいたら分かるみたいにがんの脊髄圧迫脊髄麻痺っというのは2週間を超えてもやれば4割が立てるかもしれないというチャンスがあるということも1つのデータかなと思います骨転移脊椎と獅子でちょっと違うんですね脊椎で脊髄麻痺があったらもう緊急です今お示しした通りです麻痺がなかったらそこまで慌てなくてもいいです で四肢の病的骨折切迫骨折といって折れることこれが起こっても慌てはしませんけど何らかの対応をした方がいいというのはお分かりいただけるかと思いますさあ緩和医療っていうのありますよね皆さんよくご存知だと思いますこの緩和医療がん治療の後に何もできなくなって緩和医療ですよの昔の時代でしたけどいやいやそんなことないんだよとがんと診断されたその時から緩和ケアっていうのは始まるんですよと言われますでこれが今最近は当たり前の概念になってきました だけど、まだまだ足りないことがあるんです。緩和ケアって言ったら、もうターミナルケアイコールっていう感じになって、手術適用なんかないよ、もう手術なんか無理だよっていうふうに言われる医療関係者であるとか、患者さんであるとか、ご家族まだまだいらっしゃいます。でもそれは本当に正しいでしょうか。まあ、確かに厳しいときもあります。ですが、ね、まあ、私、緩和外科って呼んでるんですけれども、この緩和外科をすることによって症状を緩和することって結構できるんですね。例えば 麻薬とかオピオイドですね放射線とかで緩和できない痛みを取ることができるんです73歳女性で乳がん多発転移の患者さんですめちゃくちゃ痛がって救急車で運ばれてきました痛い,痛い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 とおっしゃってる、まあ、確かに多発転移があって脊髄麻痺があってという方です胸のレントゲン取るとこんなかこのレントゲンあまり見たことないですよね痛くてまっすぐになれないからきれいにレントゲンすら取れないんですたくさんの鎮痛剤が入ってやってきましたで手術をさせていただく そうすすするるるとと、まあ、見たことある胸のレンントゲンになりますで帰る時ですよ鎮痛剤リリカというお薬1個だけになるわけですだからこう手術することによって随分と痛みを取ることも可能になるまた他の治療ではできない生活が可能になりますこれは以前この MBS さんの「VOICE」という報道番組にも取り上げていただきましたけど80歳女性乳がん肺転移の患者さん 1>, 1週間前から腰が激痛で立てないって言ってやってこられました、確かにあるんですよ、色が変わっているところ、あそこに転移がやってきて、まあ、神経を圧迫して痛いんです、1週間ぐらい寝たきりなんです、でこの方に手術したんですねで、そうするとすぐに歩けるようになって、社交ダンスまでできるようになって、そして5年以上通院されているという方もいらっしゃいます。であと、これも思い出深い症例ですけど、長くがんと戦える。 どういういことか40歳女性で乳がん多発転移の方ですこの方も他の病院で散々治療されて家に帰られてご主人が介護されていましたで在宅ケアです、ね、されててでも下半身が動かなくなってもう2ヶ月経っているとでもついに、まあ、トイレに行くこともできなくなってもう介護は厳しいとなってこられたでこんな散々いろんなところにがん、えー、が飛び散っている状態で来られてです、ね、いろんな治療をしました。 来られてすぐに手術して抗がん剤ししてて手術してまた放射線治療していろいろとやったらですね結局この方3年以上抗がん剤治療で通院できたんですねうまく組み合わせればまだまだ生きることができるっていうのがこの緩和外科の1つのあり方かなと思います治療方針手術適用が妥当であれば手術も緩和医療として十分に価値がある こういう話をすると本当にお金かける意味あるのって高いじゃないって言われるときもあるんです、まあ、確かにそうなんですけど寝たきりと動けるというのは大きな違いがあるんですねすごく生活の質もよくなりますし動けるとまた抗がん治療につながってくるので命も伸びるんですよだから、えーまあ、手術お金はあかかりますけれども、まあ、やる価値もあるかなと実際 歩けなくなったらすぐに命っていうのはなくなるということは分かっています。でも歩けるとずーっと命っていうのは伸びていくんです。まあ、これ私の患者さんのデータをちょっとまとめさせたものです。がんロコモの診療っていうのはがんを治す治療じゃなくてケアする治療なんです。麻痺とか骨折を治すす予防する 当然ですね痛みを減らす、当然ですねでもここで終わっちゃだめなんですよ大事なことは骨転移ステージ4って言われたら不安ですよ不安を減らすことが大事だし生活できることが大事だしそして癌と闘えるようになると最高ですよねこれも、えー、ついこないだこの1年間ですね今日ここに来られている患者さんですけれども51歳女性乳がん多発転移の方です痛くて動けなくて車椅子で来られました。東京ででババリリリキャリアウーマンされてたんですねでも こうやって再発転移しちゃってで実家に帰ってこられて私のところに来られました見てみるとですね確かにお乳のところに大きな再発病巣があるとえそしてこう腰の部分こうやって骨溶けてないんですね。 でこれに対して治療しました放射線やるとこうやって白くなって固まってきたんですで他にこの下の方に黒いでっかいのありますよねこれがこれですもう溶けてなくなってるんです右と左比較してもらったら分かるんですけど骨が見えないんですね溶けてなくなってるそしてその下にもあるんですけどここも溶けてなくなってるんですよでこのレントゲンよく見ておいてくださいよ治療しましたどうなるか白くなったの分かりますこうやってホルモン治療抗がん剤そして放射線骨就職薬いろんなものを組み合わせるとですねこうやってスッと 骨もできて歩けるようになって今この方梅田まで,です、ね、通勤されてます仕事復帰できてます1年でというふうに絶望からこういうところまで明るくなってくるということが大事なんじゃないかなこれからのがん医療定型的な医療って大事です効率化働き方改革いろんなこと言われてますよねロボットとか AI とか IoT、まあ、こういったもので効率化も非常に大事なんですでも個別化医療 オーダーダメイドここでやっぱり違うんですよ。ロボット、AI、IoT にできないことがこれあるんですね。何かっていうと心ですよ、癒し。人の心がやっぱり鍵となってトータルケアできるかどうか。でこのトータルケアっていうのは1人ではできないからチーム医療がやっぱりいるんですね。何が大切か、これは私がそのソーシャルワーカーの方で,です、ね、いいなと思って教えてもらったことがあるんです。生命、生活、人生と人によって価値観は違うんだと。 お医者さんはよく命があってなんぼでしょっていう考え方をするけれどもいや命なんてどうでもいいよって考える方もいっぱいいるんですよって言われたことがある確かに価値観って人によって全然違うなっていうふうに思う独りよがりな考えってすごい良くないことで転移があるからもうだめだとか転移があるからもう絶対動いちゃいけないよって考えはもう古いんですよ これからはいろんな人の力を借りながらやっていくことが大事実際チーム医療って大事っていうのがエビデンスでも分かっててこれすると効率的な医療ができるよって思ってる人いるんですけど違うんですよいろんな人が関われば関わるほど面倒くさいことになってくるいろんな人が自己主張してくるからでもそんな時にアサーティブコミュニケーションという言葉があって自己主張はするんだけどちゃんと人の言うことも聞きながらいいバランスのとこに持っていくっていうことがこれから大事なんじゃないかなというふうに思いますどうすればうまくいくかっていうとね 診断と治療、これは中山先生に大変失礼なんですけど、そういう専門家がまたいることも大事なんですよ、診断治療も大事なんですよ、だけど、そこで終わっちゃだめなんですよね、診断治療と並行して大事なことっていうのは、目的、目標を共有してですね、で、これからどうなっていくんだっていうことをみんなでこう予想を立てて、それに対してどうしていくかっていうことを考えることが大事なんです、そうすると在宅復帰、社会復帰も見えてくるし、動ける生活できるようになってくると人はですね生活してると。 こういういうにレベル上げますよねでも病気になるとボンと生活レベルが落ちる入院してリハビリするとちょっと,ちょっと上がりますで退院するとですね元の状態まで戻る人もいるけどもっともっと頑張って元気になる人もいるけどほとんどの人は元の状態まで届かないあるいは帰った瞬間にダメになっちゃうって人も結構いるんです本当は一貫したケアが大事どういうことかというと患者さんは入院してくるとケアいっぱいしてもらえる。だけど 退院した後ってどうですかほとんどこの介護サービス、福祉サービスっていうのに今、頼ってますよね。で、本当は入院前からやらなきゃだめなんですよ、診断ついたときから。でもそこはフィットネスに今は頼っている状態、でもフィットネスなんてがんでやっていいのって不安もある。だから本当はこういった社会システムを作っていかなきゃいけないのかなというふうに思います。こういう顔よりもこういう顔の方がいいんですよ、明らかにね。 これからまあ映画でもあります、最高の人生の見つけ方は何か、がん高齢時代において、やっぱり余命半年、一生分笑うっていうみたいに、一つでも多くの笑顔と幸せをと、理想は予防ですよ、でも完全には防げない、だから介護よりも自立支援を社会を求めているので、動ける、生活できるを目標にやっていったはがいいんです、そのための社会制度が大事かな、がんを治すに終始せず、がんをケアする、自分が痛くて動けない、ずっと寝たきりで余命半年。 何とか動きながら余命3ヶ月何考えるか介護料医療費仕事社会性痛み家族後悔経済力苦しみ絶望感人間関係趣味罪悪感恐怖思想不安いろんなこと考えますけどその時に自分はどっちを選択するかなんですよね骨転の治療大事なこと恐れすぎずに恐れてください骨繊があるから動くなは正しくないです骨栓維あるけど好きに動いていいよっていうのも正しくないんです安静が絶対じゃないですあと余生を少しでも笑顔で過ごせるように がんを治すために一生懸命になってね抗がん剤するためだけに通院している人がいるんです。そんなん楽しくないじゃないですか。あるいはお金がないからってちょっと薬入れたらよくなるのに家でずっとお金がないからって痛い苦しいって言って寝てる人もいるんですよ。やっぱりね、まあ、キュアが目的じゃないケアも大事なんですね。そういうことを提供できたらなと思います。おかしいな、困ったなと思ったら相談してください。 決して1人では解決できません看護師さんもいますセラピストもいますドクターもいますチーム医療がありますそこに患者さんやご家族も入ってくることも大事で目的、目標を共有すると診断ついて治療してそしてやっぱり社会に帰っていくということがやっぱ本来の姿だと思います。 私たちもこれ知っておきたい骨転移という注意するパンフレットもお配りしたりもしてますしこういう本ですねインターネットでも買えます、まあ、医療者向けの本もありますけれども最近はですね、えー、患者さんやご家族向け一般の方向けの本も出しておりますので参考にしていただけたらと思います。